さんこんにちは、えんみかです。今日はこれからないかも、待ってえないわ、全然いいよ、買いに行ってもめっちゃ飛行機見えていいでしょ。意外と大変だったね、いろんな意味で。一人の時もこんな感じ。もっと余裕持って。あ、私がバタバタだもんね、私の後ろから。あ、22だっけ。なんか空弁見てくる。今度お弁当、お弁当買おうと思うんだけどさ、夕飯用にどれ食べたい。夕飯用にお父さんの分も買う。これでいい。ソースカツ丼とこれとこれで、うん、好きなの選べばいい。全然時間ない今日。最後でもいいけど、最後にする。結構すぐ来るよね。前の方の間隔を空けて1枚様ずつお取りお願いいたします。ピカチュウジェットじゃないのか。ピカチュウジェットの皆さん、皆様こんばんは。この飛行機は777便、ただいまご搭乗予定のすべてのお客様が搭乗口を通過されました。この飛行機はまもなく出発いたします。アテンションキャビンクルー、ドアモードをアームドに変更してください。この飛行機はスカイマウス727便、新千歳空港行きでございます。時間は離陸後2時間22分を予定しております。機長は篠原、副操縦士は中山、着陸のチーフは中村でございます。この飛行機には4名の着陸乗務員が乗務しております。ご用の際にはお気軽にご了承ください。また皆様に安心してご利用いただくため、機内でのマスク常時着用、席エチケット、大きな声での会話をスタイルなど感染防対策へのご協力をお願いいたします。ただいまより機内の安全と非常用設備についてご案内いたします。お近くの客室乗務員にご注目ください。シートポケットに安全のしおりがございます。合わせてご確認ください。手荷物の収納方法についてご案内いたします。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にご収納ください。非常口や通路に置くことはできません。シートベルトについてご案内いたします。着脱方法をご確認ください。離陸・着陸時シートベルト着用サインが点灯している間は、シートベルトを腰の低い位置で緩み、ねじれがないようしっかりと締めます。飛行中の揺れに備え、シートベルトは常にしっかりとお締めください。外す場合はこのように金具の片方を持ち上げてください。離陸・着陸時、地上走行中は
背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。酸素マスクについてご案内いたします。使用方法をご確認ください。機内に酸素が必要な状況になりますと酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せると酸素が流れ始めます。マスクを鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。必ずご自身のマスクを着用してから他の方の着用を援助してください。無煙タバコの使用もお断りしております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
お待たせいたしました。離陸いたします。シートベルトをお確かめください。お子様のシートベルトも合わせてご確認ください。背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。